こんにちは。来ましたよ。ついに。テンション高いです、ね。ついに来たよ。納車です。本日納車、はい、大阪からなんと自走で持ってきてくれました。おお。それが走って無事っていうことだから。おお、怖いもんないよ。それが今着いたらしいんで、はい、今から見に行きます。いつ買われたんでしょうか。あれ3年前ぐらい。そうですよね。そっから、はい、もう全部やり直したんで。ああそうですか。カラーリングを。色が変わったんですか。色が変わってます。エンジンの世界。まあいろいろ不備があっちこっちから出てきて、こっち直すとこっちがへこむみたいな。いろいろそらだって60年以上前のタクシーですから。ああそうですね。今日は友達の高橋君と、うちの車全部のエンジン担当していただいてる、メカニック、山野さん。まあまあね、旧車というかプラスチックカーですけど、で買うのってそんなことになるんですか。いやこれだから、まあいろんな考え方あるでしょうけど、俺は、車屋に友達おらんの無理やで。そうですね。そうっすよ、ね、そう。いやほんで言うてんね、山野さんに弟子取ってくれっつって、もうあとこっからずっとやられるわけちゃうから、年齢的にも。そっか、その後やってくれる人、その後やってくれる人ほんまに、ね、あるらしいよ、ほんまに高齢の彫り師とか途中で亡くなられて、そうだから龍登る前に終わってまうみたいな。おチッポニョロニョロで終わってまうみたいな。下からやったら嫌ですね。みたいな。ほんであれも作品やから、いや人の作品に色つけるの嫌やとか。ああそうそう、そこもありますね。いや言いましょうよ。はい。嬉しいね、嬉しいわ。この時ぐらい嬉しいわ。そう、ね、相当嬉しい。相当嬉しい。これもちょっと緊張しすぎだ。おお。うわあ。めちゃくちゃいいやん。むちゃくちゃいいやん。うわーすげー、すごいっすね。大変お待たせいたしました。いやー3年968日ぶりですね。968日。これでも大阪からそう485。めちゃくちゃええ、すごいわ、すごい。うわこれででもよ、大阪東京すごいな。一回だけ右やってでクラッチ踏んでもらって、女喋ったで。ETC ついてるんですね。めちゃくちゃええな。すごいっす。これはすごいね。かわいいっすね。ちょっといろいろ見ましょう。これは何ですか。あ、それね、ウォッシャーなんです。あ、ウォッシャー、はい、ウィンドウォッシャー、一応その当時のもちゃんとこういうウィンドウォッシャーノズルついてたんで、一応それを生かすために、まあ、カンガルータイプのウィンドウォッシャーの袋なんですけど、え、すごいことになってる。え？ここ。これなんすか。USB とかシガライターとか。こっちはなんすか。設置しましたね。これは
あ、これね、後部席のルームランプがつくんです。これ今つきました。うわぁ、だからまあ後ろをつけたいときはこれあのメインで、メインこれが後ろのランプのメインになるんで、で後ろいちいち消しに行かなくても、まあ、ここでパチンとやってもらったら、うわ、ETC ここに、 ETC すぐここに来ました。すげえ。なんやこれ。すごい。すげえ。めちゃくちゃええやん。広げろぞ。むちゃくちゃええやん。あ、この状態で、この状態でもいいし、リムジンとね、え、まあ、もっとタクシー、俺が企業の社長ならこれにするけどな。社長か。すげえ。ほんでガソリン、普通にこれは廃屋、廃屋で、うん、うわぁ、これも全部乗せ替えてほんまは 600cc なんですけど、はい、これは850のエンジンベースに 940cc まで、940、50馬力以上出てます。ノーマルの2倍以上。ノーマルやったら高速走れないですよね。ああ、もうだいぶだるいと思う ね。すげえ。どこが一番あれだったんですか、しんどかったのは。どこが一番苦労した山田君。まあもちろん全部でしょうけど。あの、もこのスライドのガラスってなんかみんなどこもまともに直らないらしいですね。開け閉めがほぼほぼムルティプラみんな困難らしいんですけど、一応ちゃんとむちゃくちゃスムーズ、スムーズに動くように困難ないらしい、作り込んでますね。いいね、むちゃくちゃスムーズ、最高やん。くわー、嬉しそう、嬉しいわ。ムルティプラ、とぼけフェイスやな。かわいいっすね。ねえ、はい、で、あの、これね、ハザード、この当時の基準になかったの。でも、ね、今ハザードないとちょっと、うわー、すげー、一応、ハザードにしました。うわー、これもめちゃめちゃかわいいよ。かわいい、横のやつですね。ナンバープレート隠さんでいる。え？え？こんな車走ってない。もう、ま、分かりますんで。意味ないもん。意味ない。確かに。これで乗ってて隠してたら出してんねん。え、ほんまに、はい、フルチンでこうしてるみたいな。ムルティプラ、なるほど。いやー、めちゃくちゃええわ。ありがとうございます。お待たせいたしました。いえ、何もしましたら。家、入れに行きますわ。靴脱いだ方がええな、これ。運転。いや、アクセルとブレーキの幅が結構狭いですね。これがほら、ギリギリやん、あ、ここ、なるほど、これが、はい、うん、ちょっと慣れるまでは靴脱いだ方がよ。失礼します。ありがとうございました。後ほどお願いします。ありがとうございました。どんなやん。
結構慣れるまでがあれですよね。これ運かいだ。線路が可愛いっすね。いいね。いいですね。全然ない。あとしっかりブレーキも効くわ、うん、いやーこれはええわ。めちゃめちゃスムーズだわ。これええか。めちゃめちゃ坂本さん買い物とかあったらまた。あーこんにちは。あーどうぞ。バイバイ。結構みんな手振ってくれるけど俺必死やねん。もうしゃべり直後だとは思ってないでしょ。思ってない。変な車ならな、変な車ほど慣れてる方が、はい、ああ、なるほど。天気な、納車日和やな。いや、めちゃくちゃ天気よ。納車日和やわ。いや楽しいわ。今乗られてるやつは全然違います。全然違う。あと意外と静かやね。あ、そう。あ、意外とこんな窓開けてて、はい、なあ。そう。最高やわ。待った甲斐がありましたね。待った甲斐あったわ。千日弱。千日弱。いや、千日弱やで、ね、お前は。坊さんやったらもう大アジャリじゃん。いや、最高やわ。最高のドライブだわ。ありがとうございました。いやー本当に納車日和で、ね、最高でした。最高でしたね。どうですか乗り心地。最高。最高っす。癖全然ない。癖めっちゃありまくりな。ありまくりと思うやん。はい、全く。あ、そうですか。俺この間初めて久保塚くんと飲んでんけど、めちゃくちゃ喋りやすいね。あ、そうですか。全く癖ないね。ああ見えて癖の塊みたいな感じやん。はいはい、そうですね。あのトリッキーな、はいはい、あのお芝居とか、はいはい、もう全く癖ない。めちゃくちゃ喋りやすい。そんな。